エマヌエレ・フィリベルト・デューカ・カダ・オスタ 9K 巡洋艦は、イタリア海軍の軽巡洋艦である。コンドッティエリ型第4弾。同系艦は、エマヌエレ・フィリベルト・デューカ・カダ・オスタ、エウジェニオ・ディサ・サボヤの2隻で1935年、1936年に、竣工した。ライモンド・モンテクッコリ級の拡大改良型であり、装甲が強化され魚雷発射艦が、連装から三連装になっている。 第二次世界大戦では主に輸送任務に従事した、エウジェニオ・ディサボイア。水栓下にバルバスバウを持つ突出した艦首から、監視甲板上に1.2番手法等を背負い式で2機、配置。全球に引き続き環境構造は、ウンベルトプリエーゼ造船中上公案の、円筒型環境であるが、窓の周囲に、射風装置が設けられた点が異なる。環境の背後には2本の煙突が立つが、 機関のシフト配置のために前後が離されており、間には水蒸気射出用の旋回式型パルトが1機配置された。1番煙突の左右に53.3センチメートル3連装魚雷発射管が片元1機ずつの計2機配置した。2番煙突の全部に後部三脚章が立ち、2番煙突の周囲が関西艇置き場となっており、後部三脚章の基部についた。 クレーン1機により水蒸気と艦載艇は運用された。後部甲板上に後ろ向きに3.4番手砲塔が背負い式に2機配置した広角砲は棒立て付きの連装砲まで2番煙突後方の原則甲板上に片元1機ずつと3番手砲塔の前方に1機の計算機が逆三角形状に配置された。対戦中の百四十三年に魚雷発射艦、 航空偽装 13.2mm 機銃が撤去され、代わりに 2cm 機銃が12門搭載された。本級の手法は全級に引き続きモデルズ1926を改良した。モデルズ 192915.2cm 砲を採用した。重量 47.5kg の砲弾を使用し、強角45度での射程距離は 22,600m である。 この方を連装式の砲塔に収めたが、列強の同志艦と異なり、イタリア海軍の条約型巡洋艦は長らく左右の方針を同一の方画に据え付ける形式を採用した。これは砲身の間を狭めることにより、砲塔の小型化と機構の簡略化を狙ったものであるが、代償として、聖射時に左右の砲弾の衝撃波が相互に干渉しあって散布界が広がる弱点があった。 これは、独立砲がになる、ルイジ・ディ・サボイア・デュカ・デグリ、アブルッチ級まで、イタリア巡洋艦のウィークポイントとなった。砲塔の旋回は、守備線方向を0度として、左右150度で、不要角度は、行角45度、深く5度で、発射速度は、毎分4発である。広角砲は1927年10センチメートル広角砲を、採用した。近接対空火器として、 モデルズ 1932-3.7cm 機関砲を採用した。その性能は 0.83kg の砲弾を行四45度で 7800m、行角80度で 5000m の高さまで届かせることができた。不要能力は行角80度、深く10度である。旋回角度は減速方向を0度として左右120度の旋回角度を持っていた。 砲牙の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分60から120発である。この機関砲を連装砲牙で4機を搭載した。他に、モデル 1931-13.2mm 基銃を採用した。その性能は 0.051kg の基銃弾を、 行角45度で6000メートル、行角85度で2000メートルの高さまで届かせることができた。不行能力は、行角85度、深く11度である。旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、上部構造物に回を制限された。砲賀の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。 発射速度は毎分500発である。この機銃を連装砲がで6機を搭載した。水雷並装として 53.3cm 巨雷発射管を3連装式で2機搭載した。後に 13.2mm 機銃はブレダ社のモデルズ 1942cm 機銃に更新された。その性能は 0.134kg の機銃弾を 行角45度で5500メートル、行角90度で2900メートルの高さまで届かせることができた。不行能力は行角100度、不角10度である。旋回角度は原則方向を0度として左右120度の旋回角度を持っていた。砲賀の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。 発射速度は、毎分120から240発である。戦後、本級は戦勝国に賠償艦として引き渡され、エマヌエレ・フィリベルト・ディ・ユカダ・オスタは、ソ連にて、スターリングラードと改名されて運用されたがすぐに、ケルチに改名され、1959年2月20日に、除籍された。エウジェニオ・ディ・サボヤは、ギリシャに賠償艦として引き渡され、 えりと解明された後、1964年まで使用された。ありがとうございます。